様を倒し、さらなる高みへ。まだ戦えるだろう。私を待たせるな。この前と、素晴らしい力。私は正しい世を作り上げる。神を挑むとは不届き者め。なんと無様な姿か。悪くない攻撃だったが、あざになるかもな。それを黙認する神への怒り。この強靭な肉体に勝てる者などいるものか。Fires all die out. All you know just turns to ash. And your life goes slipping, spinning into doubt. Sunshine trapped inside your heart. Cold and lost and in the dark. Looking back on all this, nobody was there. Nothing left to lose. Gotta find the you that's hidden deep, deep down. And light a fire in yourselfNever be afraid to fall. Throw yourself into it. Victory's waiting for you. Go fight, show your energy. Don't slow down, no time to waste. Nothing's stopping you now. It's gonna be your day. Hopes and wishes never fade. Fight to make them stronger. Nothing will take them from you. Go fight, show your energy.There's a feeling deep inside. Let it be your prayer. Show me the power you can hide.神さんの薬とその言葉で、あいつ手紙にしたって恥ずかしいこと書きやがって、血が勝っちまってんな。そんな強い信念を持って、あいつなんか役に立つもの持ってなかったか。ミエルはどうしてるの。様子を見に戻るか。認めるぜ、これは手紙を直してやった俺の責任だ。どうした、情けない面は。命乞いか。兄に逆らうつもりなんだな。我が君門に下るのなら命だけは助けてやる。戦わなくちゃいけないらしい。
手早く終わらせよ。もう終わりだ。つまらぬ。このドラキュラに血を捧げる。いつまでも俺を舐めていると後悔することになるぞ。貴様、なんだその舐めた態度は。血は無理だ。もう、あんたが勝つ見込みはゼロだ。ここでいいんだっけ。かっけないものよ。ここも我が領土に加えるとし。悪いわね、生意気ね。
何も学習しとらんようだな。しっかり地球に溶け込みやがって。なんだ貴様、何を睨んでやがる。我が野望はついえぬ。私も決して滅びぬ。まだそんな時間なの？この式をあなたに届けたいんです。妙だな、あの娘、他人のような気がしない。まさか親父なのか。あれ、ここってもしかして。おっと、俺の怒りに比べたら貴様の怒りなどさまつなことだ。愚かな人類を黙認し続ける愚かな神々よ。ならば死ね。この体がお前を欲しがって、その欲望は止められそうもない。今に絶滅させてほしいのか。ナメック星人、この痛みがまた俺を強くする。私を止められる者はいないのか。どうだこの色、美しいだろ。絶望しよう、自分はこの私のものだ。いつまでも俺を舐めていると後悔することになる。やめろ。この強靭な肉体に勝てる者などいるものか。その君が私を強くする。パワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。その身に刻み込め。やってくれたな。戦闘民族ではないということか。活動を始めて少し経ったけど、着実にファンが増えてきて嬉しいわ。気を抜ける状況じゃないんだけど、実はちょっとホッとしてる。あら。これならどうだ。いつの間にすりむいたんだろう。そうはいかないわ。諦めろ。そんなことが。届き物が。逃がさん。不着の舞。ちょっとすりむいてる。いつの間にすりむいたんだろう。だと？そういえば。
言い訳はすまい。できながら感服する。その技どこで磨いた？うせろ。今のはここの。私に合わせて。セゴ。コンテンツとしての魅力が力そのものになるなんてね。それで、負けません。調子に乗るな。へっ。それぞれの町の聖火に注ぎ火を行うのが、まずはリバーランド地方にあるセントブリッジの町ですね。では行ってきます。聖火のお導きがありますように。聖火のお導きがありますように。式年奉火の儀式ですね。ありがとうございます。無理は禁物ですよ。気をつけて。もちろんです。合わせるね。あまり偉そうにしてると後で恥をかくぞ。決着はまた今度だ。二人まとめて片付けてやる。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギー。力ずくで従わせるまでだ。少しは楽しめそうな奴が出てきたな。とっさとかかってこい。最強の戦士と聞くが、俺より強いとは思えんな。腕ならしに付き合え。かかってこい。じゃ、母ちゃんと仲良くな。貝殻じゃねえか。しかもこんなに。それはいい質問だ。皮肉なことに外敵の出現が敵対していた部族をつなげたのだ。もうこんな時間か。続きは次回の授業にしよう。当時のフラットランドは戦乱の時代だ。学ぶための授業なのだから、知らないことは恥ではない。答えは教本に載っている。慌てずに探すという。アリーはどうするの？周りを当たってみようぜ。誰か手がかりを知ってるかもよ。名もなき旅人の式に、私が世界を夢見たように。まあいい。おびき寄せられた上、ここでむざむざと捕まる気はない。気配を殺し俺の背後を取る。そんな男がただの執事だと。そのお嬢様が盗賊を罠にかけて一体何を企んでいるんだ。これが赤龍石だか。レイバースケで見たものと形が同じだ。だが元の所有者がその石を欲しがっている。悪いが返してもらう。こういうの嫌いじゃないんでしょ。心を強くしても平気よね。快感をプレゼントしてあげる。こんなのが好きだなんて、とってもド M の変態さんね。いいわ、上京してあげるわ。私が満足するまで付き合ってもらうわよ。誰がご主人様なのか徹底的に叩き込んであげるわ。今日の私本気だから、あなたどうにかなっちゃうかもね。ようやく私の番ね。
私を怒らせたこと後悔させてあげるわ。空間的仮想世界？それにあの人は封じられた神の力を使うと宿に部屋を取っているから、そこでいいかしら。ちょっと何かした？私も旅を続けなければ。ゴールドショアに向かいましょう。そしてあとはフレームグレースに戻り、大聖火に注ぎ火を行うだけ。ここがゴールドショア。次はこの町の聖火ですね。安心しろ、お前の望み通り。まさか貴様にこれほどの力があったとは。私たちを利用していい気味なんでしょうけど、私たちを敵に回したのが運の尽きね。このお礼は直接しっかりしないとね。実はさっきまでとある遊園地に遊びに行ってたの。あなたは最後まで私の邪魔をするのです。リアナが式年放火の旅に出ていれば全てがうまくいったもの。伊達に戦闘民族ではないということか。人間ごときが神の道具を使いこなすことはできん。式年放火の旅もあと少しで終わりです。あの時はきちんと挨拶もできず申し訳ございませんでした。わかった、いくよ。この世界の真理そのものが豊かに膨らんでいる。